相川義介11月6日1967年2月13日は、日本の実業家、政治家、日産コンツェルン創始者。満州重工業開発株式会社総裁、貴族院議員、帝国石油株式会社社長、石油資源開発株式会社社長、参議院議員などを歴任した。明治13年、旧長州藩市、相川八八を父とし、 明治の元君、井上香織の名を母として、山口県吉木郡大口村に生まれた。山口県立山口尋常中学校、旧正山口高等学校を経て、1903年に東京帝国大学校科大学機械科を卒業。芝浦製作所に入社。身分を明かさない条件で日給48選の職工となる。その後、 当時の技術はすべて西欧の模倣であったので、西欧の状況を体験すべく渡米へ。約一年強を加担中鉄工場で、労務者として働く。1910年、井上香織の支援を受けて、福岡県恩賀郡戸畑町に、戸畑たの物株式会社を創立。マレブル継手を製造。継手の表面が、氷炭のように滑らかであってほしいという思いを込めて、 氷単位をトレードマークにし、ヒット製品となる。1921年、当時としては、珍しい電気炉による、加端中鉄製造開始。1922年、大阪に株式会社木津川製作所を設立。戸場たいものから次手営業、商標券、氷単位の商標を、戸場たいもの株式会社から譲渡し、次手を製造。その後、 先端的な国産初の電気製工に成功していた安木製工所を吸収合併した。1924年には農業用、工業用、船舶用石油発動機製造販売開始。1926年、株式会社キズ津ー製作所帝国芋の株式会社を吸収合併。合併後東洋一のロール工場と言われる。1928年、規定。 クハラ・フサノスケの経営するクハラ工業の社長に就任し、同社を日本産業と解消。クハラ工業は、当時は第一次世界大戦後の強行とクハラの正解入りで、経営破綻に瀕していた。立憲声優会の田中義一らの再建の根性に、相川はしぶしぶ応じた。会社を持ち株会社に変更し、公開持ち株会社として参加に、 日産自動車、日本工業、日立製作所、日産化学、日本油脂、日本冷蔵、日本炭鉱、日産火災、日産生命など、多数の企業を収め、日産コンセルンを形成。1929年戸端芋の東京製作所、新設市自動車用、マレブル中鉄製造開始。同年4月24日、日本産業の工業部門が、分離独立。 日本工業株式会社を設立。1933年、自動車工業株式会社より、ダットさんの製造権を無償で譲り受け、同年12月ダットさんの製造のために、自動車製造株式会社を設立する。1934年、安木製工所を、九州合併。満州重工業総裁時代1934年、自動車製造株式会社を、 日産自動車株式会社と会消。同年、ドイツ系ユダヤ人5万人の満州移住計画についてと題する論文を発表。5万人のドイツ系ユダヤ人を満州に受け入れ、同時にユダヤ系アメリカ資本の誘致を行うことにより、満州の開発を促進させるとともに、同地をソビエト連邦に対する防壁とする構想を、ユダヤ専門家として知られる陸軍大佐、 安江の博海軍大佐、犬塚恒修重関東軍の、いわゆる、大陸派に立案した。これにより、関東軍の後ろ盾を得る。南満州鉄道の理事だった、松岡洋介も後にフグ計画に参加。1935年、蕎麦たいの国産工業株式会社に、社名変更。同年、東京市民に憩いの場を提供する目的で、 伊豆大島に資材を投じて、公園を設立。1937年、野口下川、森徳明など、当時の財界新人サンバガラスの一人として、満州国の経済運営で巨大な満鉄が影響力を持つことを嫌った関東軍の求めに応じ、日本産業を満州国に移し、満州重工業開発株式会社として、初代総裁、相談役に就任。 同時に、満州国顧問、貴族院直選議員、内閣顧問を兼務した。当時の満州国の軍、艦、財界の実力者二期三助の一人とされた。二期三助とは、東条秀樹、星野直樹、相川義介、岸信介、松岡洋介である。相川、岸、松岡の三人は、満州三角同盟とも称された。同年、国産工業、 株式会社日立製作所との対等合併。相川が万業立ち上げのため、以前から関係のあった日立製作所の小平、並平に国産工業株式会社の経営を頼んだ。1939年頃にはシラスジローと世界情勢を語り合い、ドイツと英仏間の戦争は英仏の勝利との結論を得る。関東軍との関係悪化から、 日産グループの満州撤退を検討。1942年頃に満行の総裁を辞任して副総裁の高崎達之助に交代。1943年11月17日に藤原銀次郎が当条内閣に入閣すると後藤慶太、鈴木定一らと内閣顧問に就任。1953年4月24日に 行われた第3回参議院議員通常選挙で当選した時の相川義介、世界通信により太平洋戦争終結後、相川は戦犯容疑を受け、1945年12月に逮捕され菅野拘置所に20ヶ月拘置されたが、容疑が晴れる。相川も、獄中にて日本の復興策を練り、1952年、日産グループ各社の出資を得て、 中小企業女性会を設立、会長に就任する。以後は、中小企業の振興に尽力し1953年、帝国石油社長、石油資源開発社長を務める。後、参議院議員に当選した。1956年、日本中小企業政治連盟を創立し、総裁に就任する。相川も、その後主として、政治家としての晩年を送った。 また同年設立された全国中小企業団体中央会の会長にもつく。相川もこの間、岸内閣経済最高顧問、東洋大学名誉総長を務めた産業計画会議員就任。1959年、全国区より参議院に再度当選したが、同時に当選した次男の金次郎派運動員の選挙違反容疑が高まり、12月に責任を取り、 議員を辞職した。玉霊園にある相川家の墓1966年、治病の胆の炎を手術したが、高齢により回復がはかどらず入院が長引いた。相川は1967年2月13日、合併症となった、急性肺炎のため駿河台安塚の同病院にて86歳で、没した。玉霊園に葬る。ありがとうございます。